さあ続いて今度は東ドイツカタリーナ・ビット、この人は14歳です。すっごい選手です。この方はものすごくタレント性ですね。あ、滑ってても面白いっていうのか、ジャンプも上手いしね、世界選手権でもペクさんに続けて次のチャンピオンになるんじゃないかなっていう噂になってます。その期待が持たれているビット。あ、決まりました。テクニックは最高です。あれは女性のジャンプじゃないですね。あ、完全に男のジャンプですね。もう、あ、そしてコンビネーションですか。うまいですね、うん、コンビネーションジャンプも決まりました。さっきの男性もあそこまで飛べなかったんですよ。フライングジャンプ、ストスピン。今年の世界選手権では、10位に終わったんですけども、フリーだけでは、ね、間違いなく5位内に入ってたと思うんですよね。もうあと一息でペッチさんの上に上がる可能性もあるんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。大会はね、パーマなんかかけてきちゃってね、しっかり大人っぽくなって、背もだいぶ伸びたんですけどね。ちょっと見た目には14歳に見えませんね。そうですね。伸びやかさがありますね。ダブルルッツですね。ちょっとダブルルッツが下手くそなところありますけどね。この前の大会では先生がおっしゃってたんですけど、このダブルルッツでひっくり返っちゃったんですって。あ、それだからね、私も見ててなんか心配になっちゃってね、今抵抗しついて手叩いちゃったんですけど。かわいいね。なかなか最後も綺麗に決めましたね。かかってないよ。カタリーナ・ビット14歳、中学生の選手。彼女は、今大会その NHK 杯のポスターやプログラムの表紙にもなっています、デニス・ビールマン選手ですね、はい、ビールマンさんは最高ですと昨日レセプションで言ってましたけれども、この人の実力も相当あるようですね。素晴らしいですね。ものすごいですね。先ほどの VTR が出てきましたね、はい、スロー VTR ですが、トリプルのコンビネーション、もう時代が変わってきました。もう素晴らしいですね。この締めといい、軸の持っていき方といい、ちょっとここでフラッと来たような雰囲気もありましたけども、まあいい顔してますね。渡辺さんおっしゃるそのタレントというかスター的な要素でしょうね、はい、もう先生もね、今までのオリンピックチャンピオン何人かも持ってましてね、もう今はこの子にすごく力を入れてるみたいで、先生も素晴らしい方なんですよね。すごく。先生は言ったミューラーさんですね。です隣にいらっしゃる。今年世界チャンピオンのホフマンさんのコーチで、ええ、もありペッチさんの3号欧州オリンピック世界チャンピオンのペッチさんのコーチでもあります。メダルの選手を随分育てた方です。カタリーナ・ビットさんの得点。さあ得点が出ます。まずエレメンツ8が出てますね。9人のジャッジですが、4番目は韓国のジャッジですね。4.8 っていうのはちょっと下を向いてたのかな。あとはしかしいい点が出ています。そうですね、はい、まあ、4番ジャッジはちょっと5.6 を出したのは1番の日本、そして2番の東ドイツです。さあこれが正確さを見るエレメンツ。今度はプレゼンテーション男子より高いと出てますね。あ、そうですね。男子はちょっと今日低調だったようですが、5.6 が4つありますね。一番下が 5.2。 あ、嬉しそうな顔ですね。なんか間違って引いたんじゃないかしらね、多分足がついたと思ったとか、うん、そういうところもあるでしょうね。そうですか。